ちは、せいかです。この動画はおうち、あ、ピロリロンって言っちゃった。おうちレッスン6パート6になります。今日も、楽しくレッスンをしていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、いつものようにウォーミングアップからやっていきましょう。6番ポジションでバーの方を向いて、右手を前からゆっくりと後ろへしっかりとツイストして後ろの方を見ます。次左手ゆっくりと呼吸しながら戻ってきたら、頭を右回りぐるっと一回プリエ、頭の中ロールは伸びてきて降りる。で反対です。左手吸って吐きながら戻る。大きく吸って吐きながら後ろへ。次左回り首回してきたらプリエからロールアップ、降りてきて一番へ。前へ単純プリエ、もう一度単純、ここでプリエデミロン合ってる。プリエからポールトから伸びてきて一番へ。左足前単純プリエ、単純プリエデミロン合ってる。プリエから反対側へポールトから伸びて一番へ。で多分ちょっと音止まっちゃうんですけど、すぐにまたもう一度同じ曲が始まるので少し待ってから後ろ行きます。後ろ単純プリエ、単純プリエデミロン当て、したら右手、お尻、右手の甲ですね、お尻につけて右の方向いて後ろに沿って一番に戻る。左足単純プリエ、もう一度後ろ単純プリエからデミロン当て、左手の甲をお尻につけて左の方を見て後ろに反ります。1番、背中伸ばしましょう。伸ばしながら、膝曲げるだけにします。2、3、4、音がある限り好きなように膝緩やかに動かして足の裏伸ばしていってください。はい、you
少しぶつけて、してすいません、プリーへ伸びる、ゆっくりとロールアップで上がってきて2番目、プリーへ、ダブルプリーへ、グランプリーへ、ターンアウトで前へ、カンブレ、後ろにグーッと反って4番ポジション、プリーへ、ダブルプリーへ、グランプリーへ、下まで、バーの方へストレッチしたら第3アラベスクグーッと伸びてツイストして、5番、プリーへ、ダブルプリーへ、グランプリーへ、前と後ろ反ってバランスです。音あるかな、ちょっと待ってください。右と左別で行くので、5番ルルベでバランス最後までしましょう。あ、はい、音入ります。次プリエ、次ダブル。しっかり伸びてから下まで。
なんで。ボコが動くんですよ。はい、そう単純いきます。1番から前30ハーフ伸びる当てるのままスーッと1番へ戻ってきます。単純2回全方向です。単純つま先だけ伸びてかかとまでつけてぐーっと一番に持ってきます。1と2、後ろ、ハーフ、伸びる、当て、ポイン、間違った、当て、一番へ、1、2、前へ、頑張れ、横へ、そのまま上がってきて、ルルベアップ、降りてきて、で、後ろからです。なんか今日すごい間違っちゃう。すいません。ぼーっとしてます。最初からもう一度いきましょう。単純、ハーフ、伸びる、当てる。一番へと、一、二。横も同じように、当てる。一番へと、一、二。後ろ、ハーフ、伸びる、当てる。一番に、二回。前かむれ。横。上がってきて、ルルベアップ。降りる、アンディダン。後ろ、ハーフ、伸びる。当て、1番、2回。横も同じように。1番へと、1、2、タッチ、ハーフ、タッチ。当て、1番へと、1と2。横から前へ。上がってきて、ルルベアップ。で、おしまい。最初アンディウォールやった時は前カンブレから横へでルルベ、後ろから来た時は横へでその後前です。はい、大丈夫でしょうか。はい、音入ります。
後ろへ5番
当てる。前5番当てる。後ろへ5番。後ろに。プリエ、ディミロン。前へ5番当てる。5番当てる。5番。2回やったら、プリエからスッシュで、前の方の足ですね。クルピエ、後ろの足、クルピエ、バランスしていきましょう。はい、はい、2回ターン中プリエ伸びる、5番当てる、後ろからプリエ伸びる、5番後ろへ5番当てる、プリエスッシュ、後ろの足首プリエでバランスです。バランスはある前に
後ろの足3回、はい、よこさん2回、うん、後ろから2回ずつバランスを割って後ろへ5、あ、前へ
前から後ろへ2回バッセ手足バッセプリエ後ろから2回3回目からロンジュってバットマンで後ろからです。やったら前へカンブレ単純でですね5番後ろ足単純後ろに反りましょう。アロンジェで下までストレッチ、少し上体を起こして右手ついてバンの手離して横にストレッチ戻ってきてでリマリングいきましょう。ストレッチは無理なくやってください。はい、また入ります。前から最初パッセです。パッセ前へタッチ。パッセアラベスク。次へ前から後ろへタッチ。2回パッセ。前でガラージェ。パッセ次へで前へ後ろ。2回パッセ。
書きましょう。フォンジュ前へ、フォンジュ横、クッペからプリエ。でメロン五番。後ろです。フォンジュ後ろ、フォンジュ横、クッペ持ってきて、後ろへ伸ばす。でメロン五番。フォンジュ横へ編んで、五番。フォンジュ横へ編んで、五番。フォンジュ後ろの足ですね。フォンジュアチチュ、バランスバランスバランス、アランジェでおしまいです。フォンジュ前、フォンジュ横、クッペ持ってきて、前プリエ、デミロ後ろ、フォンジュ後ろ、フォンジュ横、クッペ持ってきて、後ろプリエ、横へデミロ5番。フォンジュ横へアンデル1回5番。次、後ろからフォンジュ、アンデル、アンディダン。5番、フォンジュ、後ろ、クロワゼで、バランス。Yes。はい。はい、音入ります。フォンジュ前へ。フォンジュ横。後ろに5番、後ろポンチ、横へポンチ、クッペから後ろへ、デミロ前に5番、ポンチアラセコ、アンデル1回、後ろ5番、ポンチアラセコ、アンデナアンデル5番、後ろ出しポンチュすぐにアチチュバランス。プレパレーション、ドンパ、ミカイ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 
しょうか。プレパレーション短いので準備してください。はい、音入りますよ。プレパレーション、ドン、パ、ヨコ、後ろ、ヨコ、マイクロス、ヨコ、プレパレーション短いので準備してください。音入りますね。このまま、単純一番最初にやった時の同じように、足の裏吸って戻ってきます。パッセ、アラセゴー、後ろへ5番で、アンディダンス。パッセ、アラベスク、パッセ、前、1番通ってアラベスク、リエ、降りてきて4番。後ろへ軽く沿って5番戻ってくる。アラセゴー。見て、カバです。はい、ではもう一度いきますか。順番大丈夫かな。パッセ前、パッセ後ろ、1番通ってプリエ前降りてきて4番、前カンブレしたら当てるのまま5番へ吸って戻ってくる。アラセゴン、降りて5番で後ろからです。汗から、汗、出して
通って前へ逃げる、ゆっくりと降りてきて4番で前へ構える、当てるのまま5番、まっすぐまっすぐ後ろからです。続くので1,2,3,4,5,6,7,8 2,2,3,4,5,6,7,8 で左足いきましょう。すぐに前2回横1回左足前段中バトマン、お休み、お休みします。後ろ2回横1回ダウンとバトマン段中バトマン、お休みで、カンブレー、後ろを整えて左足、はい、最後頑張りましょう。ワットマン、前2回横1回左足ワットマン、ランジュ、後ろからです。もちもち上がってきて左足の準備してください。5番から忘れちゃった、すいません。後ろ2回バックマスアラーデスク、ランジュ、はい、ストレッチいきましょう。ストレッチストレッチストレッチの音楽、はい、ストレッチご自由にお願いします。
お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。気持ちよくレッスンしていただけたでしょうか。今日はちょっと私いろんなところで間違えてしまったんですが、すみませんでした。反省します。カザフスターはですね、だいぶ春らしくなってきて、気温も暖かくなってきました。日本はどうでしょうか。日本もきっとお家にいる間に外は、暖かく春らしくなってきてるんじゃないかなと思います。水分補給をしっかりとしてですね、食事も、しっかりと栄養のあるものを食べて、免疫を落とさないように、そして、運動もしっかりとしてという感じで、健康的な生活を送って、いきましょう。この間先日ですね、お家でできるセンターレッスンの動画も、配信しましたので、もしパワー余裕ある方はこの後も続けてセンターレッスンを私と一緒にしていただけたら嬉しいなと思います。この動画良かったよって、思ってくださった方、良ければ高評価ボタンの方お願いいたします。そして、チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録もしていってください。それでは今日はこの辺で、それではまた。